ここパリパリですね。すごい硬いですね。ですね。左は外側の方が張ってますね。ボクサーやると手よりは楽ですし、そうですね。神経は全身あるので、顔が痛いこともあるし、いろいろ顔なんかも結構ストレスから出やすいですね。結構なんか脇とかが出たりするんですよ、ね。そうですね。脇も気化神経ありますので、これって腰からも来ることあるし、肩こりの方もこう脇硬いんで、はい、どっちでも脇はすごい大事なポイントではあります。まあ、結構。膝裏も痛いですよね、はい、こっちも痛いですね、ええ大丈夫ですか？結構硬いですね、はい、腰悪くしたことないです今まで。一応幸いないんです。あ、そうなんですね、でもちょっと危ない感じしますね。腰の硬さと今のこの膝裏の硬さが結構、膝裏も腰の状態が出るんですよ、はい、多分腰の血流が良くないので、ちょっと今そのお尻のとこが痛いとかっていう形でも出てるので、ちょい黄色信号かなって感じしますね。この辺右の方が硬いですね、膝裏ね。めっちゃ痛いですよねバリバリですもん。これほぐしておいた方がいいですよ。あんま丁寧に押してくれるとこないんですけど、そうです ね、ただやっぱちゃんとやっとかないと、逆に言えばこういうところをはっきりこれが出てるところを丁寧にやることで、他のなんていうのかな、今特に急いでやらなくちゃいけないところをなんかさらっとやってるだけより、ずっと効果があるので、そう、結構背中とかの程度にもよるんですけど、なんか大まかに背中の僧帽筋とかをやってても、こういう脇とか膝裏とかこういう
ントがほぐれてないとあんま意味ないんですね。違う感じですね、いや。これやっぱ痛いですか？そんなことないです。痛いです、ね。痛かった。やっぱ痛かった。でもこっちの方がね、断然張りがありましたね。でも今これで足ここペッてついてますよね。最初もっとこう浮いて、はい、あのちょっと足が不自然な感じだったので、多分まあやっぱ緊張があったんだと思いますね。どうですか、今ここでしたよね、この座骨のところ、はい、押してどうですか。そうですね、はい、スイッチが入りそうな感じしますか。でも やばらいでますよね、だいぶ周りが緩んだので柔らかくはなってますね。お尻の筋肉緩めとくことが大事なので、はい、長時間立ちっぱなしとか座りっぱなしとか、なんか圧迫するとか冷えるとか、はい、あると結構出やすいので、その辺気をつけてください、はい、今度ちょっと仰向けでちょっとやりますね、はい、